吉野さんお疲れ様です。まあいろいろありますよね。で、トラブルが起きた時に解決策はどっかにあるんでしょうね。だからそれをつかみに行くのか、それともあれがあるからできない、これがあるからできないっていうふうになっちゃうのかなんですよ。で、今回のテーマは、銃ということでお,けお届けしたいんですけども、これはね、10年、20年の10という意味が込められています。えー、というのがね、さっきまで本を読んでいたんですけども、35歳を救えっていうね、そういう本なんですよ。これは確かね、 20年ぐらい前に出た本で NHK で同じタイトルで放送された番組を書籍化したものもしくは書籍を1時間にまとめて NHK で放送したのかどっちかだと思いますけどもまあどちらにしてもね35歳を救えっていう本とそれから番組があったってことなんですよねでも今でも検索すると35歳を救えっていうの出てきたかもしれませんでこの35歳を救えっていうのは当時ねこの35歳がものすごくね今やばいよと ままあロスジェネっていうのもありますしね。で、この35歳は本来ならこれから10年かけて社会の中核に行かないといけない人材なのに今35歳で多くの若者がつまずいてしまってね。で、これから本当にこの中年として第一線をベテランとしてこの日本を支えなくては国も支えられないし自分の暮らしも支えられないっていうやばい時なのにこれからこの35歳を何とかしなくていいんですかっていうメッセージなんですよね。 もちろんこれは国に対してなんとかしろっていうメッセージもあればまだ35歳なんで打てる手はあるでしょっていう意味での35歳を救えっていう意味なんですよね。でそれから10年20年経って数年前にね貧困女子っていうのが出てきてこれね20代の女の子の貧困状態をすごく特集した本だったんですけどもで私の知り合いもねちょっと出てて地下アイドルって感じで。 で、えー、そこででとお話があったんですよ。ここでは割愛しますけどもそうなるとね10年前も20年前もこれから君たちどうするのもしくはこれからこの世代をどうするのっていう問いかけがさまざまあったんですよだからあれから10年経ってそれから20年経ってね今「ロス・ジェネティ」シリーズをちょっとやってるんですけども結局45歳になった人55歳になった人が10年前とか20年前と まあ、あんまり変わってないというかね悪くなっていてで良くなった人っていうのはほとんどいないんですよ。で私は運がよく浮かび上がった方だったんですけどもあの10年あったらね10年あったら非常に厳しい方になるかもしれませんけどもちょっと言わしていただくとね10年経ったらどんな自分が未経験とか素人の業界に入っても10年経ったら10年やっていたらね人数の人物になれるような気がするんですよ。 それこそ50歳になろうとしてる私が10年かけて60歳までにねもうあらゆる業界もう自分が経験したこともないような業界例えばピアノの演奏者になるとかね10年あったらなんか10曲ぐらい弾けるようなねそんなあっとびっくりな人間になってるような気がするんですよ私はね10年かけてピアノなんて1回もやったことない私が50歳からちょっとは弾けるようになってるような気がするんですよねそれこそギャラをもらってもいいぐらい YouTube の再生数が取れるるぐらいいにはなってると思いますよ50歳から始めて100万回ピアノを弾いてみたらエリーゼのためにを弾いてみたらどうなるかみたいなことを10年かけてやるとかね結構再生数取れそうじゃないですかこれだか10年ってそのぐらいの厚みがある年数だと思うんですよねで20年はもっとですよと考えたらね35歳だった諸君今は55歳かもしれないどうしたんだその20年もしくは10年 何に使ってきたんだっていうふうに問いかける気持ちに私はなっちゃったんですよ。であんまりこれ言うとねなんかすごく責めてるディスってるみたいな感じなんで私は嫌なんですけどもでもこれから10年かけたら何とかなりそうな気がしませんか今35歳の皆さん45歳の皆さん。10年かけて一心不乱にそれをやったら人生でこれがあったから俺は生きてるんだって思えるようなことが。 打ち立てられるるような気がするんですけども,、ね、でも逆に10年引きこもり20年ニートをやっちゃうと振り返って俺はニートをやった引きこもりをやったっていう風なそのうん言ってみればマイナスの自信がついちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でしかもその環境に塾耳たる思いが重なっていくわけですよね。だからこの10年っていうのはねうんすごいなんか使い方次第によっては。 自分を救うんではないかなと思います。それが35歳を救えっていう言葉の中に私は見いだせた一つの動機になるんですけどもね。いかがお感じでしょうかそれでは